この動画ではタブレットの機能の中でも最もよく使うインターネット検索についてご紹介いたします。検索方法はいくつかございますが、今回は Yahoo Japan で検索する方法をお伝えいたします。ではまずホーム画面上にコンパスのような絵柄のアプリを探しタップしてください。タップとは画面をちょんと軽く一回触ることです。次に画面の一番上のグレーの長方形の枠の中をタップします。今回はヤフーを音声で検索してみましょう。まず音声での文字の入力方法についてお伝えいたします。画面下に表示されているキーボードの左下にあるマイクのマークをタップします。グレー色の並々線が出てきたらマイクがオンになっているので、タブレットにヤフーと一言話します。話し終わりましたら、並々線の下の方をちょんとタップすると元の文字盤に戻ります。そこまでできたら画面の右下の方にある青色の開くと書かれたボタンをタップします。すると画面の上に大きく赤い文字で Yahoo Japan と出てきます。これが Yahoo のホームページです。画面の真ん中あたりに最新のニュースが出ています。気になるニュースの文字を直接タップしてみましょう。文字をタップすると新聞の記事のような画面が出てきました。新聞がなくても最新のニュースを読むことができて便利ですよね。文字が小さいなという時はピンチアウトしてみましょう。ピンチアウトとは画面を拡大する操作のことです。大きくしすぎたなという時にはピンチインで戻しましょう。ピンチインとは画面を縮小する操作のことです。2本の指を使って画面を動かすことでより見やすくなります。また人差し指で画面の下から上へスワイプすると画面の下に続く記事も読むことができます。スワイプとは画面に触れた状態で指を滑らせる操作のことです。それでは画面を一つ前に戻します。画面の左上にひらがなのくの字のようなマークがあるのでタップしてみましょう。これで一つ前のページに戻ります。次は天気を調べてみましょう。画面の左側に天気、災害と書いてあります。では天気、災害という文字を直接タップしてください。今回は東京の天気を調べてみましょう。画面真ん中下あたりにある東京という文字をタップしてください。すると画面には関東近郊の天気予報が表示されました。画面の少し上のあたりを見ていただくと日付が1週間ほど表示されていますね。どこでもいいのでお好きな日付をタップしてみてください。触った日の天気予報が見られます。旅行に行くときなど
この画面で事前に天気を把握しておくことで、日程や観光する場所を計画したり、荷物を準備するときなど、とても便利にお使いいただけます。天気予報も確認することができたので、一度一番最初の画面に戻りましょう。画面左上の青いくの字をタップしてください。何度かくの字をタップすると最初の画面に戻ります。次は何か調べてみましょう。今回はよく使われている検索の方法をご紹介いたします。画面中央の上のあたりに長方形の枠があります。この枠の中をタップしてください。この枠に調べたいことを入力します。今回はラーメンと入力しましょう。入力ができたら、キーボード右側の青色で GO と書かれたボタンをタップします。先ほどは開くになっていましたが、開くと GO はどちらも同じ意味で検索ボタンです。画面にラーメンについてたくさん情報が出てきましたね。画面の下にも情報が続いていますので、指で下から上にスワイプしてみましょう。その中で青い文字をタップすると、より詳しく内容を確認することができます。間違って違う場所を触ってしまったり、一つ前のページに戻りたいときは、落ち着いて画面左上のくの字を押せば戻れますのでご安心ください。いかがでしたか？インターネットで調べ物をするときは、ホーム画面のコンパスマークから Yahoo で検索ができました。文字が小さければ拡大して大きく見られましたね。スマホでも同じことができますが、タブレットの大きい画面の方が見やすく綺麗でした。ここではスマホとは違う大画面のタブレットならではの良さを体験いただきました。以上でインターネット検索については終了です。ソフトバンクではスマホアドバイザーというサポート専任のスタッフを起用しております。このようなスマホ教室の開催やスマホ購入前のご相談など専門的に行っておりますので、ぜひご活用ください。